皆さんこんにちは、美山です。本日はリクエストもたくさんいただいていた、じゃん、こちらの iPad mini 第6世代のおすすめ周辺機器をシチュエーションに合わせてご紹介しようかなと思います。これを使って家の中でまったりエンタメを楽しみたい方、もしくは外出先に気軽に持ち出して外で作業したいよっていう方の、この2つのパターンが多いんじゃないかなと思ったので、それぞれのパターンに合わせておすすめのアイテムご紹介していく形にしようかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。で、1つ目のアイテムは、まず一番基本のこのディスプレイにつけるためのフィルムですね。で、私が使っていたガラスフィルムがニマソのガラスフィルムですね。このニマソのガラスフィルムは今まさにこの iPhone でも使ってるんですけど、すごいディスプレイを綺麗に写してくれるんですよ。で、透明度が高くて変な色がまずついていないっていうのと、発油コーティングっていうものがされていて、こう手の皮脂とかが残りにくくなってるんですね。で、もし指紋とかこの皮脂の汚れがついてしまっても、簡単にクロスでこう拭って取ることができるっていうようなコーティングがしっかりされているので、もしガラスフィルム何使おうか迷ってるって方は、このニマソのガラスフィルム選んでおけば基本的には問題ないのかなと思います。ただこのニマソのガラスフィルム本当に品質も良くて、私自身も気に入っていたんですけど、1個ですねデメリットがあって、それが貼り付けがめちゃくちゃ大変だったんですよ。こういうガラスフィルムってこうガイドのケースだったりとか、あとは貼りやすいようにこうガイドのシールがついてたりするんですけど、このニマソのものは多分多いすぎで作ったっていうこともあって、そういうガイド系のシールだったりケースだったりっていうのがついてなかったので、ちょっと貼るのには根気がいるかなと思います。でも私は本当に慎重にやったら一発で貼れたので、そんなにビクビクしなくても大丈夫かなとは思います。ぜひ試してみてください。続いて2つ目におすすめのアイテムが、じゃん、こちらエレコムの強力クリーナーですね。これ私の動画でも本当に何回も出てきて、これ何回も言ってるんですけど、ガジェット系 YouTuber の渡辺和正さんがおすすめしていたクリーナーですね。もう私はこのクリーナーなしでは生きていけないってぐらい、もう本当にめちゃくちゃ愛用してます。画面が汚れた時にちょっとこすって拭ってあげれば、もうはい綺麗になったっていう、このストレスフリーの環境がもう本当に本当にありがたくて、とにかく綺麗な画面でストレスなく読書だったり動画鑑賞を楽しみたいんだっていう方はまずですね、もうこれ買っていただきたいですね。エレコムの強力クリーナー、もうこれさえあればどのガジェットもどのディスプレイも快適に見ることができます。で、こちら結構分厚い起毛素材でできているんですね。で、ホコリのキャッチする力っていうのもすごく強いので、皮脂汚れだけではなくて、こういったデスクはもちろんなんですけど、こういうキーボードみたいなデコボコした部分もさっと拭ってあげれば、結構ホコリ綺麗にキャッチしてくれるので、部屋用とあと持ち歩き用に何枚か持っとくっていうのでも非常におすすめのアイテムです。で、一応これ水洗いすることができるんですけど、洗うたびにここの起毛っていうのがだんだんこうへたってきてしまうので、よっぽど汚れがひどくない限りはあまり洗わずにこう軽くはたいてあげるみたいな感じで繰り返し使ってあげるのがおすすめですね。はい、続いてエンタメ鑑賞におすすめのアイテムが、じゃーん、こちら、ここの端っこにつけているストラップバンドですね。このバンド一つあるだけで本当に本が読みやすいんですよ。もう私家にいる時はこのバンド必ず iPad mini につけて、で常にこう本を読んでるっていうような形ですね。で、このバンドなんですが、取り外しめちゃくちゃ簡単です。ここの上下の部分を軽くフックで引っ掛けているだけなので、ここのフックを外してあげれば簡単に取り外すことができるような形になってます。で、ゴム結構伸びるので、今こういう風に縦向きにつけてたんですけど、こうやって斜めに引っ掛けてあげて、こういう風に全体的に指を通してこうやって読むみたいなこともできるような形になってます。で、ここのフックの部分なんですけど、ここ金属素材でできてはいるんですが、そこの金属をシリコン系のゴムでしっかり覆ってあるので、 iPad mini 自体が傷つくこともないので、そのあたりご安心いただければなと思います。で、ここのフックの部分がこの音量ボタンとか電源ボタンとかに干渉するんじゃないのってこう心配になる方もいるかなと思うんですが、実はこれ干渉しないんですよ。ここのフックのところにちゃんと隙間の穴が開いてるので、こうやって引っ掛けてずらしても全然音量ボタンに干渉しないような形になってます。で、電源ボタンのところも同様にこうやってずらしても全く干渉しないような形になってるので、本当にどこにでも引っ掛けて使っていただけるかなと思います。この iPad mini でとにかく漫画本たくさん読むよっていう方はぜひですね、これ買ってほしいですね。本当に読書が楽になります。めちゃくちゃおすすめのアイテムです。続いてのエンタメ鑑賞におすすめのアイテムが、じゃーん、こちら
スタンドですね。こちらのスタンドは Amazon Basic のブランドで作られているものなんですけど、めちゃくちゃ頑丈な作りなんですよ。で、結構重たくて、こういうデスクの上に置いた時にももちろん安定感はあるんですけど、例えばベッドとかソファーとか、こういうクッション性の高いものの上に置いた時とかも重さがあるのと、あと結構頑丈なので、これの上とかにちょっと重めの iPad mini とか乗せても本当にゆらゆら揺れることもなく、安定して動画だったりあと漫画だったりを読めるような感じのスタンドなので、非常に気に入ってます。ちょっと怠惰な生活にはなってしまうんですけど、ベッドの上とかソファーの上に寝転びながら漫画とか動画とか見たいなって方には、もうこのスタンドめちゃくちゃおすすめですね。で、このスタンド見た目も結構高級感があって、この黒一色な感じもすごく気に入ってるんですけど、スタンドの角度調整についても結構簡単に、しかも何段階かでこう自由に角度調整できるようになっていて、ここの部分にボタンがあるので、ここのボタンを押しながら、ここの真ん中のプラスチックの部分をこういう風に自由に角度調整することによって、スタンドの角度が変えられるっていうような仕組みになってます。このスタンド調整の部分は、ここの側面のボタンを押してあげながらじゃないと、ここの角度調整ができないようになってるので、それもあって本当にここ角度がずれないんですよ。今結構強い力でずらそうとしてるんですけど、もうびくともしないような感じなので、 iPad mini をこう使っていて重さでずるずるこう角度が広がっていくっていうことはまずないので、その点ご安心いただければなと思います。で、こちらのスタンドなんですが、 iPad mini をこう立てかけた時に触れる部分にはちゃんとシリコンゴムが仕込んであります。例えばここの上の部分と、あとここの下の部分ですね、ここにもこんな感じでしっかりとしたシリコンゴムが入っているので、 iPad 自体も傷つけることがないので、その点でも非常にお気に入りのアイテムになってます。はい、続いてまだまだあります。エンタメ鑑賞におすすめのアイテムが、じゃーん、こちら。これ何かというと、防水ケースになります。実はこの iPad mini 防水性能が全くないんですよ。なので iPhone と同じテンションでお風呂場に入れてそのまま使ってしまうと、湿気とかでちょっと故障してしまう可能性があるんですよね。なので、防水性能がない iPad mini を使って読書だったり動画鑑賞をお風呂の中でゆっくり楽しみたいよっていう方は、こちらのケースで使っていただくのが大変おすすめです。で、ここの取り出し口のところって、やっぱりどうしても水が入りやすいような構造になっているので、このケースではここロックが3つついていて、このロックを3つとも外すことで初めてここがパカッと開くような形になってます。で、このケースの防水性能については IPX8 ということで、よっぽど長時間お風呂の中にどっぷりつけておかない限りは全く問題なく防水性を発揮してくれるものになってますね。ただお風呂でちょっと注意いただきたいのが、お風呂ってあったかいので、ここの内側に結露が出てしまう時があるんですよ。なので心配だよって方は、ここの防水ケースの中に乾燥剤入れていただいたりとか、あとはすごく簡易的なんですけど、こういう風にティッシュを折りたたんで、ここの後ろ側のところにこう仕込ませておくと、結構このティッシュが湿気を吸い取ってくれたりするので、そういう風に結露をちょっと防止していただく方がいいかなと思います。このケースは iPad がここ入っている部分はビニール素材でできているので、こんな感じでちゃんとタッチして使えるようになってます。で、さらに嬉しいのが、じゃん、なんとこの裏面にこういう風に斜めに手を入れられるようなポケットがついてるんですよ。なのでお風呂とか水辺でもここにこう手を入れてゆっくり読書とかすることができるので、この点がですね、個人的に一番気に入ってます。続いてエンタメ鑑賞におすすめのアイテム、アップル純正品なんですが、じゃん、こちら安定の AirPods Pro になりますね。やっぱり動画鑑賞をするんだったら、この AirPods Pro 圧倒的におすすめです。実はこの iPad mini も第6世代になってから左右どちらにもスピーカーがついたので、結構いい音で鳴るは鳴るんですよ。ただやっぱり映画を見るってなると、もうちょっと没入感が欲しいなっていうタイミングがあると思うので、そんな時におすすめなのがこの AirPods Pro なんですよ。これ AirPods Pro なんでおすすめかっていうと、空間オーディオが使える点ですね。これが非常におすすめのポイントでして、この AirPods Pro を使って映画とかを見ると、本当にこの画面そのものから音がこうワッと聞こえてくるような感じで映画とかを楽しむことができるようになってるんですよ。で、しかもこの AirPods Pro、 さらにいいのが、外音取り込み機能とノイズキャンセリング機能がもうとにかくめちゃくちゃ優秀なんですね。なので、どんなに雑音がひどい外出先のカフェだったり、もしくは工事中でうるさい家の中だったりしても、この AirPods Pro さえつければ本当に没入感たっぷりに映画だったり動画だったりを楽しめるので、画面はある程度
小さくてもいいけれども、音にこだわって動画見たいよ、映画見たいよって方はぜひですね、この AirPods Pro 一度試していただきたいなと思います。ただこの AirPods Pro も最大のデメリットがありまして、もうそれが何かというと値段が高いことですね。もう3万円近くするんですよ、イヤホンで。でしかも3万円の他のハイエンドのイヤホンと比べるとちょっとだけ音質劣るんですよね。なので空間オーディオとか利便性っていうのはもう完全に突出してるんですけど、たった一つのその音質っていう観点で見ると他の方がもっといいイヤホンがあったりするので、その点はちょっとご注意いただければなと思います。はい、続いてここからは外出先で作業したい方向けのおすすめの周辺機器をいくつかご紹介したいと思います。例えば営業さんとか、あとカフェで作業する方が集中できるよみたいな方におすすめのアイテムになりますね。まず早速一つ目のご紹介なんですが、じゃん、こちらめちゃくちゃ基本のアイテムなんですが、外出用のカバーですね。こちらのカバーは純正用のカバーと同じようにマグネットが仕込まれているので、こういう風に剥がしてあげたらマグネットに反応して画面のスリープが解けるような形になってます。なのでそのままスリープしたいときはこういう風にカバーをかけてあげればスリープ状態になるっていうような便利なアイテムですね。純正品と違ってさらにここの上の部分にもう一個ロックがついてるので、なんとここにですねアップルペンシルとかをつけた時にさらに上からかぶせてしっかり保護することができるので、バッグの中に入れてもここのアップルペンシルが本当に取れにくくなるんですよ。この点で非常に気に入ってます。でこちらのケースなんですが、 iPad mini をこういう風に単純に保護してくれるだけではなく、ここの表側の部分がこんな感じで三角形に折れるようになってるんですよ。なのでここの三角形の部分をそのまま裏に折り込んであげればこんな形でスタンド代わりにもできるんですよ。で Apple Pencil を使いたいときはそのままこういう風に寝かせてあげればちょうどいい角度でペンシルとかを使えたりするので、書く用と見る用の2つの角度で使えるスタンドとしても機能してくれるので、もう本当にありがたい存在ですね。純正品のケース買おうと思ってたけど品薄で買い損ねたっていう方とか、あとはできるだけケースとか汚れやすいものはコスパ良くしたいっていう方はこちらのサードパーティー製のケース圧倒的におすすめです。続いて外出におすすめのアイテム2つ目なんですが、それがですね、じゃん、こちらの持ち運び用のポーチですね。実はこのポーチ以前 iPad のおすすめ周辺機器動画を作った時にもちらっとご紹介したポーチなんですが、アソボーゼさんのビーガンレザーを使ったポーチになりますね。このポーチめちゃくちゃ出来が良くて、ビーガンレザーで本革ではないんですけど結構高級感があるんですよ。でさらにビーガンレザーなので本革と違って結構撥水性が高いんですね。なので出かけてる時とかに、まあ、デスクの上に置いておいて万が一ドリンクとかが倒れてしまっても、まあ、さささっと拭いてあげればそれでこう中が濡れることがないっていうのもあるので、その点でも結構安心のおすすめのポーチっていうような形になってますね。ただあくまで撥水性があるだけで防水性があるわけではないんですよ。なのでちょっとその点だけご注意いただければなと思います。でこのポーチめちゃくちゃいいところが、サイズ感的にこの iPad mini 第6世代でももうぴったりサイズで綺麗に出し入れできるようなサイズ感っていう点でもすごくいいんですけど、ここの中に仕切りが入ってる点が個人的にはめちゃくちゃ気に入っていて、この仕切りの上部の部分に Apple Pencil とかをそのまますっと通しておけるようなゴムとかもついていたりするんですよ。 iPad mini 第6世代はこういう風に第2世代の Apple Pencil をマグネットでここの上の部分につけられるので、わざわざポーチのここの部分使わなくてももちろんいいんですけど、まだ iPad mini の第5世代使ってるよみたいな方とかはマグネットで Apple Pencil つけれないと思うので、その場合はこちらのポーチのここの部分に Apple Pencil 通して使っていただくとペンシルなくしにくくて大変おすすめですね。でこのケース iPad mini に対して少しだけ余裕のある大きさでできているので、 iPad mini 入れた上で周辺アクセサリーいくつか入れておくことも可能なので、1個のポーチの中に iPad mini のアイテムはなるべくまとめておきたいなみたいな方にも大変おすすめのアイテムになってます。はい、続いてご紹介したいアイテムがじゃーん、こちらサードパーティー製のタッチペンになります。これがですねめちゃくちゃ良くて、手書きでメモを取りたい方、簡単なイラストを描きたい方にはもうおすすめのコスパ抜群のサードパーティー製のペンシルになってます。新作の第6世代になってからこういう風にマグネットで充電できるようなこの Apple Pencil 第2世代が使えるようになったんですよ。もともと Apple Pencil 持ってる方にしたらもうそのまま Apple Pencil 第2世代使えばいいんですけど、今回 iPad mini 第6世代で初めて iPad 買ったよって
方は1万5000円もする Apple Pencil をこの iPad mini のために買うのって結構勇気がいるかなと思ったんですよね。で、私自身もサードパーティー製のこういったタッチペン試したことがなかったので、今回ですね満を持して買ってみたんですが、これがもうめちゃくちゃ良くてびっくりしました。しかもこのペンシルめっちゃ嬉しいのが、このアップルペンシルが1万5000円なのに対して2000円ちょっとで買えてしまうんですよ。なのでアップルペンシル買おうか迷ったら、まずはこのサードパーティー製のペンを使ってみるっていうのを非常に非常に強くおすすめしたいなと思います。で、こちら機能をいくつかご紹介したいなと思うんですが、充電はできないんですけど、こんな形で iPad mini に磁石でくっつくようになってるんですよ。なので持ち運びも普通のアップルペンシルと同じように、ここの側面にくっつけて持ち歩くことができるので、この点でも非常におすすめですね。で、充電については、ここのお尻の近くのポートにケーブルをつないで有線で充電していただく必要があります。ただここのポート USB-C のポートになってるので、 iPad mini とここのポートお揃いなんですよ。なのでケーブル1本あれば iPad mini もこっちのペンシルも両方とも共通して充電できるようになるので、その点でも結構気に入ってますね。バッテリーの残量については、この青色に光る3つの LED ライトで分かるようになっていて、バッテリーが少なくなるごとにこの LED ライトが1個ずつ消えていくような形になってます。なので1、2個消えたら充電してあげるっていうので簡単に判断できるのもありがたいですね。で、これバッテリーを無駄遣いしないようにオンオフ機能っていうのがついていて、ここのお尻の部分にタッチセンサーがついているので、使わない場合はお尻を2回タップしてあげれば電源が消えるようになってます。で、また使いたいときは2回タップしてあげれば簡単に電源がつくようになってるので、この辺とかも感覚的にめちゃくちゃ使いやすいですよね。あとはこれ磁石でくっつく部分が結構平らな作りになってるので、これデスクにこういう風に割と雑に置いても平らな部分がストッパーになってくれて、コロコロコロっと転がり落ちることがないので、この点も大変ありがたいですね。で、一番重要なのは書き心地だと思うんですが、実はこの書き心地も簡単なイラスト、もしくは手書きでこう文字を書く場合だと、アップルペンシルと全くと言っていいほど差がないです。アップルペンシルと機能的にこう描画の部分で差があるのは、筆圧検知があるかないかですね。なので例えばプロクリエイトだったりフォトショップだったり、割と本格的なイラストアプリで筆圧検知の機能がある筆とかを使う場合とかはエラーが出てしまって変な線の太さとかになってしまうので、そういった機能を使いたい場合はやっぱりちょっとお高いんですが、こちらのアップルペンシル買っていただく方がいいかなと思います。で、私の場合はやっぱりこれ画面が小さいっていうこともあって、あんまり本格的なイラストとかは描かないんですが、その代わりめちゃくちゃ気軽に家の中でも外でもどこでも持ち歩けるので、最近絵日記みたいなのを描いてるんですよ。で、実際描いたものを見ていただいた方が分かりやすいと思うので、ちょっとこの辺に表示しておくんですが、こんな感じで簡単なイラストと文字であれば、このちっちゃい画面の iPad mini でも結構楽しく使うことができるんですよね。で、こちらの画像なんですが、上半分はアップルペンシルで、で下半分は今ご紹介したこのサードパーティー製のペンで書いてます。このイラストの部分とか文字の部分とか見比べていただいてもほとんど差がないですよね。で、実際私自身書いてても、もう全く差を感じませんでした。なので私みたいにこういう簡単な絵日記だったりとか、あとはサササッと書ける手書きメモの場合は、本当にこのサードパーティー製のペンっていうのはもうめちゃくちゃおすすめになります。ぜひアップルペンシル買おうかどうか迷ってたんだよなっていう方は、一度このサードパーティー製のペン試してみてください。で、さらにもう一つ、イラストはもちろんなんですけど、手書きメモを書く方にもおすすめのものがありまして、それがですね、このディスプレイに貼るペーパーライクフィルムですね。実は私買った当初はガラスフィルム貼ってたんですけど、絵日記を書くようになってからペーパーライクフィルムの方に変更しました。で、私は PC フィルター専門工房のペーパーライクフィルムを使用しています。実は iPad Pro の11インチも含めペーパーライクフィルムいくつか試したんですよ。結構いろいろ試したんですけど、やっぱりこの PC フィルター専門工房のペーパーライクフィルムがこの画面の見やすさ、あと書きやすさのバランスっていうのが一番良くて、やっぱりおすすめするんだったらこの PC フィルター専門工房のペーパーライクフィルムかなっていうような形ですね。で、このペーパーライクフィルム、文字の書きやすさはもちろんそうなんですけど、画面の見やすさっていう点でも実は結構おすすめだったりするんですよ。ガラスフィルムってこう直射日光のない室内とかであれば本当に動画とか見やすいんですけど、外に持ち出した時とか、こう強い日差しの下とかだ
だと反射が強くて何が映ってるかよくわからない、漫画とかも読みにくいみたいなことが結構あったりするんですよね。あとはガラスフィルムだと自分の顔が映り込んでしまってちょっと没入感が減ってしまうみたいなこともあるので、そういったことが気になる場合だったりとか、あとは普段使ってるディスプレイが結構アンチグレア系のディスプレイが多いっていう方とかも、このペーパーライクフィルム結構おすすめですね。逆に人によっては画面見やすいって感じるんじゃないかなと思います。軽いメモとか走り書きのものをバーって書くんだったら全くガラスフィルムで問題はないんですが、ペーパーライクフィルムにした時はだいたい2倍から3倍ぐらい書きやすくなるかなっていうのが個人的な体感ですね。少しでもペンを使う可能性があるんだったら個人的にはペーパーライクフィルム貼る方がやっぱおすすめかなと思いますね。で、本当にフィルムってこういったペンと違って安いので、ガラスフィルムとペーパーライクフィルム両方買ってみて試してみるっていうのも全然ありかなと思います。はい、続いての外出先で使うおすすめのアイテムはじゃーん、こちら折りたたみ式のキーボードになります。これキーボードめちゃくちゃ迷ったんですけど、やっぱり iPad mini ってその携帯性、コンパクトさが大きな魅力の一つだと思うんですよね。なのでその携帯性を損なわないような観点っていう風に考えると、こういう風にコンパクトにまとまる折りたたみ式のキーボードっていうのがやっぱ一番おすすめかなと思いますね。で、こちらのキーボードなんですが、重さがだいたい 161g ですね。で、折りたたむとこれだけ細くコンパクトになるので、iPad mini と一緒に持ち歩くには結構ちょうどいいサイズ感なんじゃないかなと思います。で、折りたたみ式のコンパクトキーボードって結構いろいろ試したんですが、このアイクレバーなんでおすすめかっていうと、やっぱ打ちやすいんですよね。打ったと思ったのに入力されてないみたいなことが結構こういうコンパクトキーボードって多いんですが、こちらのアイクレバーのキーボードは打ち損じが一番少ないかなっていう点でも今回こちら選びました。ただ打ち損じが少ない、打ち心地がいいといってもあくまで折りたたみ式のコンパクトキーボードの中で比べた時なので、とにかく打ち心地重視なんだって方はメカニカルキーボードとか、あとは HHKB みたいな持ち運べる Bluetooth 製のしっかりとしたキーボードを一緒に持ち歩いていただく方がいいのかなと思います。で、このキーボード最大3台まで Bluetooth 接続できるので、 iPhone と iPad mini 両方とも接続することもできますし、使用してる最中に簡単に端末切り替えができるんですよ。マルチペアリング機能がついてるらしいので、その点でも結構気に入ってますね。で、あともう一つ最大の特徴が、なんとこのキーボード、こちら上のところにスタンドがついてるんですよ。スタンド一体型のタイプでして、こういう風にデスクに置いたらスタンド部分をちょっと開いてあげて、ここに iPad mini を立てかけてあげると、もうスタンドいらずでこのまま簡単に文字打ちすることができるようになる形ですね。で、角度調整とかも本当に多少であればできるようになってます。ここのスタンドの羽の部分の広がり具合でちょっと角度調整ができるので、もうちょっと画面の角度を急にしたいなって場合は、ここのスタンドの羽の部分をちょっと広げてあげれば少しだけ角度が変わるようになるので、このキーボード1個持っていれば、先ほど紹介したこちらのスタンドカバー持っていなくても、最悪このキーボード1個持っていればスタンドにもなるし、でそのまま作業もできるしっていうので、その点でも非常におすすめのキーボードっていうような形ですね。で、ここの一体型のスタンドの羽の部分なんですが、羽の部分にはマグネットが仕込まれていて、カバンの中で勝手にこうパカッと開かないようになっているので、その点もご安心いただければなと思います。続いて最後にご紹介するアイテムなんですが、それがじゃーん、こちら CIO のモバイルバッテリーですね。このモバイルバッテリー本当に便利で、一番のお気に入りポイントがここですね。こういう風にバッテリー残量が数字で出るので、今どれぐらい使ったんだろうっていうのが感覚値ではなく、しっかり数値でわかるっていうのが一番のお気に入りポイントです。で、このバッテリーさらにすごいのが 30W の PD 充電対応なんですよね。なので充電の速度もそこそこ速い上に、 iPad mini とか iPhone はもちろんなんですけど、なんと MacBook Air とかも充電できちゃうんですよ。なので外出先に持っていくものは極力小さくしたいっていう方ほどおすすめのモバイルバッテリーになってますね。で、容量としては1万ミリアンペアになってます。1万ミリアンペアで残量も数字で出て、しかも PD30W の急速充電ができるバッテリーっていうのはなかなかないんじゃないかなと思いますね。で、個人的に結構いいなと思ったのが、 CIO
OO って国産ブランドなんですよね。なのでもし何かトラブルがあったとしても問い合わせ先が日本なので、その点では結構安心感があるなと思って、バッテリー何か迷ってるって方はアンカーとかももちろん使いやすくていいんですけど、一度こちらの CIO のモバイルバッテリーも使っていただけたらなと思います。非常におすすめです。でちなみになんですが、ケーブルは私こちらアンカーの絡まないケーブルを最近結構愛用してますね。でこの絡まないケーブル文字通り絡まないんですよ。本当にバッグの中とかにぐしゃぐしゃって入れてても絡まずにそのまますっとすぐケーブルを広げることができるので、その点でも結構気に入ってますし、あとはデザインが結構かっこいいんですよね。しかも高級感がある感じなのと、あとシリコン系の素材の割には結構ホコリもつきにくいんですよ。なのでその点でも非常に気に入ってよく使ってますね。で私が使ってるモデルは 100W 出力の急速充電にも対応しているケーブルなので、もうとにかく迷った時はこのケーブルをパッと手に取ってバッグの中に入れて、もう充電器なのかモバイルバッテリーなのか持っていけばもう安心っていうようなケーブルになってます。はい、ということで今回は iPad mini 第6世代のおすすめ周辺機器をいくつかご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。ここまで長々と見ていただき本当にありがとうございました。今後もこういったおすすめのガジェットアイテムだったりとか、あとは身の回りのもの、お気に入りのものとかよく紹介しているので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。それでは深山でした。バイバーイ。